ここまで来たわ。我々には戦う意志があり、助け合う仲間たちがいる。はい、どうもニーナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。クレイトン、防御側ギャラクティックアサルト遊んでいきましょう。すげえスナイプ飛んできてんな。これはちょっともう避けれねえな。味方が行ってくれてるのいるね。はい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 、まずこれ置いといて、で来ている、来ているのいる。あー取れてない、ごめんごめんよー。ただ撃てていれば OK。 生き残ったね。動いてないねこの人は。この人は動いてないね。ここさ、スナイプに見られてんのマジやみすぎに。超怖いんだけど、超怖い。ここでさらに撃っていきたいよね。うわぁ撃てねえ。よしよし、あれ死んでないのかな。この人のとこ行きたいんだけどな。あ、行けたな今今行けたな。撃ってくれ、惜しい惜しい。なかなかに厳しいね。敵はいる、いない。いや、あの人プロだな、そういうアサルト好きよ。ダメか。いや、せっかく前突してきている人がいるから、ちょっとスピーダーとか乗っちゃうのもったいないね相当とつってるぞ相当とつっとる。あの人も続けん、後ろじゃねえか。うわーすげえ後ろの人出ちゃった。いい、俺もここで撃とう。後ろ下がるな。この人がも、この人は戻ってこないな。で、下がってんなみんな。違う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 、後ろなんだよ後ろ過ぎちゃってんのよこれ。これ後ろ過ぎちゃってんのよ。カイロレンが目撃された。カイロレン目撃されちゃってこれかなり危険。よし、スピーダーと砲台は、いや、いるんだが。ウォーカーに攻撃を集中せよ。いや、前、前、そうそう、いるんだよ、いるいるいる、前いるんだって。スカイウォーカーから出らんないかな。ごめんね、俺変なところに落としちゃって。ちょ、アナキンから出らんないこれ。アナキン戦闘中、戦闘してないじゃん。アナキン戦闘してないやん。俺が変なとこに落としてるからな。俺が拾って俺が拾って、俺がやる。それはあのアナキンを。いい、ちょ、そっちダメじゃん。 ATM6 に隙ができたわ。スキースピーダーと砲台は攻撃を。同じとこに重ね撃ちはいけないから、ね、アナキン、アナキンよ。うお、後ろにいる後ろにいて、クオーレルブラストされてる、クオーレルブラストされてるいや、彼のホワイトスタイルいいね。くっそ、クオーレルブラストいけるいける。あー、彼についていきたい、彼についていきたい。いけ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 る。ATM6 が近づいてきたわ。くそ粘れなかった。そ
こにとりあえず撒いといたけどそこにとりあえず撒いといたけど、しゃあ、あ、フェンス半ソロで出ようと思ったのに、半ソロで出ようと思ったんだけどな。これ結構前にいる、この人がすげえ後ろなんだ。よし、援護してもらおう。一人で頑張ってる俺は。あのトッツヘビーを見捨てないぞ。やばいっす、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 やばいっす。この人は向かってるね。いるぞそこ。持ち替え動作よ持ち替え動作よ、さっきから。マジか、出らんなかった。遠いねん、もう片方のリスポイントマジ遠いねん。くそ遠いねんて。お、いるじゃん、カモがおるやないか。それは面白くなってくるパターンのやつやで。いつまでもぴょい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 飛んでられると思うなよ。パレット準備 OK。 撃ってる、マジ優秀すぎる。各砲台はウォーカーに攻撃を集めて、防御が失われている、今がチャンスよ。そのウォーカーマジ優秀。あれあれ、どこにある、他の、他のあれを見たいんだが、イオンディスラプターを。いいよ。え、俺隠れたやん下にいたやん俺は彼と合流したいんだよ、強いよ。クソ、スナイパー軍団がいや、彼とは運命の差だぞ、ポイント多分。いや、うまっ、いや、神、神ムーブ。神ムーブ分かってんな、黒いな動きが。今飛んでるやつ、交代せよ。砲台はもう使えないわ。この先に接戦が。よし、やつらを狩るぞ。ファーストオーダージェットトルーパーってやつをよ、と見せかけて AST に対するプレッシャーも忘れてはいないというのが大事でございまして、まあ、そうなると一般兵との打ち合いにはかなり厳しくなるんですけれども、こっち側に来るタイプかどうかだよな。タレットオンライン、タレットを置いといて、タレットに対して反撃はしてきている、いる。制圧射撃を食らわせる、飛ばせない、いいですよ。飛ばせない流れで持っていきましょうか。オーバーヒートしていく、いいですよ。しっかり防衛線を張っていこう。レイダー橋にもボム床をしっかりと打っていく。
クリティカル封印することで、延々と撃ってられる。クリティカルクーリング。おっと、まだ座れるか。痛い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 。なんだとなんだとヒーローが詰めてきている。この人まだ使えそうなのね。ヒーロー空いてないからって感じか。ただポイントの割き方もうまいな。当然削っていきますからね。ファーストオーダージェットトルパーは見ないけど、若干流れが取り戻されつつある感じか。タレットをセットした。見てくれ、俺が援護する。油断しないで、まだ何があるかわからない。強力な味方が到着。この木を生かせ。早い、前出るスピードが速い。ゴム章をしっかりと打ってくれたね。ゴム章を打ってプレッシャーかけて下がらせる。入れてて。大胆だね、みんなポイントの使い方が。11、結構いるね。くそ、飛び立つまで遅い。さてとどうする。俺もロケトルとか使ってっか。やはりその判断プロ、いい判断ですね。EV8 がやられている。レジスタンスの精鋭が到着した。そんなにいないんじゃないの。もういないのか。ループやられている。いいよ。うわ、後ろにいる。後ろにいるフレンジ。左寄る。相手いるか。相手いないか。もうヘビーあれじゃなくてもいいかもな。 SD 対策引かなくてもいいかもね。だいぶ裏取り候補そうしたんだよな。いるね。飛んできな。落としてやんぜ。レイヤーか。いるじゃねえか ST。悪用されている。悪用されている。ヒーロー空いてないかな。空いてないか。オビシアンガンノア行くか。ただ敵もなかなかそう簡単には生かしてくれないね。トライバレルランチャー飛んでんな。全員私の後ろに。全員私の後ろに。行く。
全然見えん。ゴーゴーっつって結局当たらんかったけどゴーゴー言うてて当たらんかったけども、チャンスはないか。ただ ST 使ってきたな。そろそろ ST もしっかりと目立るか。まあ目立ってるんだけど目立ってはいるんだけど、ちょっと横取って ST がすぐに供給されづらい状況を作ろうかな。エアリアルにさえ気づかれてなければいきなり撃たれることはない。我慢比べ。我慢比べ負けていく。ST の進軍は遅れたと思う。そうだね。いや、でかいですね。ST の進軍が遅れたことによってライン維持ができなくなった感じですね。つわものおったな。いやー、すごかったな。めちゃめちゃ打ってくれてたね。やりよるわ。クレイトの守護神おったわ。クレイトの守護神おったな。いや、さすがのムーブでしたね。まあそこでたとえ突破されちゃったとしても十分にポイントはね、彼は稼げてるので、そこで一気に最終フェーズヒーローを連発していく、ラインを上げていくという動きができるんじゃないかと思います。いやー、守護神素晴らしい。というわけで今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。